この歌、どっかで聞いたことが。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。止めるな。俺は。いつでもどうぞ。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。
ジャックと出会った時、私はレブナントに飼われる所持物だった。喉を潰され声を失っていた私、あの人は何も言わずに引き取ってくれた。ずっとその恩返しがしたかった。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら、たとえその結果人間を捨てることになって。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛む。眠ってしまっていたか。大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。自分を責めないで、ジャック。あなたは優しい人だから。私は後悔はしてない。でも最後にもう一度あなたのために歌いたかった。辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたはあなたの使命を果たして、命を燃やし運命の時が巡るまで精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。遊ぶ声、部屋で一人
耳をすまし君は鍵の音待っていた。温めるたびに忘れゆく消えた記憶見えなくなる。君がそのすべてを消しても離さず覚えてる。幼き日の雨の香り遠く響く夜の声。ありがとエヴァ。エヴァが元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね。エヴァ、なんと言ったらいいのか。何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。ああ、もちろんだ。俺たちはこのままミドを追う。追うって、どこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的は、おそらく、クイーンの復活だ。そのために、シルヴァの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルヴァも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブナントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルヴァだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレヴナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ、血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配も
きっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ、心外を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。クイーンの復活なんてさせてたまる。ここからあそこの砦に行けるのか。準備ができ次第行こうぜ。